ライアン・ウォレス・ジマーマンは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、ボーフォート軍ワシントン出身のプロ野球選手。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称は、マグナム・ゼット・アイ・ジム・ミスター・ナショナル。ジョーダン・ジマーマンとは、血縁関係はなく綴りも異なる。15歳の時に、バージニア州のタイドウォーター地区の選抜チームに選ばれた。その頃のジマーマンは、長打力がなく、 小柄で遊撃手だった。当時、二類種に BJ アップトン、三類種にデビッド・ライトが、この選抜チームに所属していた。バージニア大学在学時から三類種として活躍。2005年の MLB ドラフト一巡目で、当時ワシントン DC に移転したばかりの、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。契約金は、球団史上最高額となる297万5000ドル。 A 級サバンナサンドナッツで4試合に出場し、A 級ハリスバーグセネターズで63試合に出場。両マイナーチームで打率336.11本類が38打点の成績を残し、9月1日にメジャーデビューを果たした。20試合の出場ながら397という高い打率を残した。シーズン終了後の11月に球団は 小像類一種のビニーカスティーヤをサンディエゴパドレスへ放出。同月にベースボールアメリカによる2006年の有望株ランキングで球団トップの評価を受けた。2006年はブラッドウィルカーソンの新人選手としての球団記録に並ぶ20本塁打を放ち、チームトップとなる110打点をマークし、ナショナルズの3塁はしばらく安泰といわれる成績を残した。 ナショナルリーグで新人選手が1954年以降で100打点を上回るのはマイク・ピアッツァ、アルバート・プホルスに次ぐ史上3人目47二塁打は新人選手としては歴代2位体となった。また、サヨナラアンダを3本を放ち9月2日のアリゾナダイヤモンドバックスとのダブルヘッダー初戦で延長11回にサヨナラ死球を記録している。守備では 守備率が965でスコット・ローレン、アラミス・ラミレスと共に三塁主としてリーグ1位体となった。総類面でも11盗塁を記録。新人王の投票ではフロリダ・マーリンズのハンディ・ラミレスとの新人王争いとなったがわずか4点差の2位に終わり新人王は取り逃した。2007年は前半戦は右投手から苦手のスライダーを 大投げされ苦しんだが、後半に克服した。全162試合に出場し、2年連続20本塁打以上となる24本塁打を記録。守備面では失策こそ23個と多かったものの、三塁手として1位となる、守備機会511回を記録。2008年は、ナショナルズの新本拠地、ナショナルズパークでの開幕戦となった3月30日の、 対アトランタブレイブス戦でさよなら本塁打を放った。5月18日のボルチモアオリオールズ戦で2塁へヘッドスライディングした際に左肩を痛め、その後も出場し続けていたが、5月26日から欠場。連続試合出場が205で途切れ、6月3日に故障者リスト入りした。7月22日にメジャー復帰してからは打率306を記録。 シーズン終了後、年俸調停権を得たジマーマンは、2009年シーズンの年俸として390万ドルを要求し、対して、球団側は275万ドルを提示した。調停を避け、2009年2月20日に1年332万5000ドルで合意したが、2009年開幕後の4月20日に2009年シーズンから、 当時の球団史上最高額となる5年総額4500万ドルで契約延長した。2009年は開幕3試合目の4月8日から5月12日にかけて30試合連続安打を記録。球団史上、ブラディミール・ゲレーロの31試合に次ぐ歴代2位、オールスター初選出を果たした。シーズントータルでは30本類が100打点をクリアするなど、 キャリアハイの成績を残し、シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を初めて受賞した。2010年は本類打打点は前年を下回ったが、自身初の打率300を記録するなど、打率、出塁率、オプスでキャリアハイを記録し、2年連続でシルバースラッガー賞を受賞した。2011年は開幕直後に故障で、 約2ヶ月の欠場を余儀なくされた。結局3年ぶりに規定到達を逃した。2012年は2年ぶりに規定到達し、打率282-25本塁打とクリーンアップの役割を果たした。2月26日に6年総額1億ドルの契約を結び、2度目となる契約延長を果たした。オプションとして全球団トレード拒否権が含まれ、 2020年シーズンの選択権を球団側が所持した。2013年も昨年に近い成績を残した。2014年は2度の長期離脱で61試合の出場に止まり、わずか5本塁打に終わった。2015年9月2日のセントルイスカージナルス戦、通算200本塁打を達成した。この年は三類種にゆねるエスコバー、アンソニー・レンドン。 ダニー・エスピノーサが起用されたため、三類手としての出場はなく、主に一類手として出場した。昨年と同じく二度の故障離脱により、この年は95試合の出場に止まり、打率がメジャーデビュー以来ワーストとなる。249まで落ちたが、16本類打、73打点という成績を残した。2016年も一塁のレギュラーに入ったが、夏場の故障者入りと、 成績不振により出場は115試合に止まった。3年連続で規定打席到達を逃し、打率218、15本塁打46打点という打撃成績に終わった。2017年5月8日2017年は開幕から絶好調で4月の月間成績は打率420、11本塁打22打点と驚異的な数字を残し、 月間 MVP を受賞。5月以降はやや落ち着いたが、それでも前半戦をリーグ2位となる打率。330、19本塁打の成績を残し2009年以来となるオールスターに選出された。7月17日の新ンシナティレッズ戦で通算235本塁打を達成し、前進のエクスポーズも含めて、ブラディミール・ゲレーロの球団通算本塁打記録を抜いた。 終盤に入って7月、8月と月間打率が2割台前半に止まったが、8月9日のマイアミマーリンズ戦では、球団通算打点記録となる906打点に到達した。9月以降復調して、シーズントータルでは打率303、ナリーグ6位タイの36本塁が、同じくナリーグ6位の108打点、オプス931という成績を残した。 自信初となる3割30本塁が100打点を達成した。2018年はスプリングトレーニングでマイナーリーグの試合に出たり、逆にオープン戦では2打席しか立たなかったりして話題になった。開幕後はもともとスロースターターなこともあり、4月は打率184に終わった。5月12日には副写筋の張りで故障者リストに入った。 7月20日に復帰した後は調子を上げていったが、マークレイノルズやマット・アダムスとの競争もあり、例年より出番は減少した。しかし8月1日のニューヨークメッツ戦で通算1695アンダに到達し、ティム・ウォーラックの球団通算アンダ記録を抜いた。最終成績は85試合で打率、264、13本塁打、51打点だった。 2019年は4月終盤に足裏の筋膜炎を患い約2ヶ月離脱した。7月後半にも同じ故障で10日間の故障者リスト入りしている。最終的に52試合の出場にとどまり、打率257、6本塁打、27打点だった。ポストシーズン、ワイルドカードゲームでは2点ビハインドの8回裏に代打で出場し、 バットを折りながらも逆転勝利につながる中前アンダを打った。ディビジョンシリーズ第2戦から小一類手として起用され、第4戦では本類打を放ち、チャンピオンシップシリーズ第3戦では敵地打を放ち、球団史上初のワールドシリーズ進出に貢献している。オフの11月2日に球団が選択権を行使しなかったため、同日に FA となった。 2020年1月28日に200万ドルの単年契約でナショナルズと再契約したことが発表された。オプションとして最大300万ドルの出来高が含まれる。この年は開幕から制限リスト入りしたため出場はなかった。オフの10月28日に FA となったが2021年1月23日に100万ドルの単年契約で ナショナルズと再契約した。2021年1月23日にナショナルズと単年100万ドルで再契約を結んだ。5月22日に電動入りしたティムレインズを抜き、ナショナルズのフランチャイズ史上最多得点を塗り替えた。新人時代から三類守備の評価が高く、メジャーリーグの中でもトップクラスだとされた。その講師から、 ブルックス・ロビンソンの再来と言われることもあり、たびたび果敢にダイビングキャッチを試みる。2009年には、ゴールドグラブ賞を初受賞した。しかし2011年以降は股関節の故障や、早急イップスのため守備力が下落し、2014年には左翼手にもつき、2015年には一塁一種に転向した。2008年、地元記者は、将来は、首位打者。 打点王を取れるだけではない。監督がグリーンライトさえ出せば30から30も狙える。完璧な選手と高く評価している。そして、練習に励み、人格もしっかりしているため天性のリーダーと評価されている。ありがとうございます。